動画を始める前にですね、一つ訂正がありました。前回終わったのがね、10話とか言ってたんですけどね、マップのね、更新が遅かったためですね、11話をクリア していて、今回12話となっておりますので、誠に申し訳ない。っていうかね、更新遅い、この更新の遅さ何かな？ネット環境かな？いや、ネット環境じゃないな。スマホかな？つうてもね、スマホ自体はね、去年買い替えたばっかりなんだよね。去年買い替えたばっかりのやつが、こう、反応が遅いとなると、2年で買い替え？いやー、サイクル早いと思うな。もうちょっと持ってほしいよね。まあそんなことはさておき、動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ケモケモフレフレケモノフレンズケモノフレンズ実況をやっていきましょう。うん。前回より続いてやっております。そして胃の方もですね、ちょっと活発に動いて、晩ご飯食べた後なんでね、ちょっとゲップが出そうになってだってしまって、まあゲップ出るぐらいだったらいいんですけど、たまにリバースしそうになるからね、困る困る、食いすぎだっつで。さて最終バトルとなってきましたかね。第12話合3章12話合格、あなたも合格ですわ。花丸合格ハッピーっつってね、バトル1やっていきましょう。合格、合格。よかったね。4月じゃなくてね、そういうのがね。さあ、待ち構える探検隊。一体どのようなセルリアンが上がってくるのか。ジャパリ団も集結。マイルカも集結。来たよ。来るよ。来るよ。セルリアン。あれか。船の舵と、手は重りか。ああ、船の部品のセルリアみたいな感じかな。あいつで終わりか。ああ、疲れた。気を抜いちゃダメだからね、タスマニアデビルちゃん。そうだよ。あいつが終わりって誰も、言ってないんだからね。もしかしたら、また上がってくるかもしれないからね。二人とも、実にご苦労だった。だが、ここからが本当の見せ場だ。我らが闇の力で、遥か深淵の彼方まで、終焉をもたらそうではないか。オーストラリアデビル？全然伝わってない。最後まで頑張ろうね、だって。全然、これだけ長くいても二人には、中二病がつ、中二病の、ワードが伝わってないっていうね。おさあ、行くぞ。我ら漆黒の混沌より生まれし闇のフレンズ。三人揃って、ジャパリ団。お、最終決戦でこうやって名乗りが揃うのは熱いよね。我らが野望のためには、セルリアンにはご退場願おう。これね、アップロードするときには日曜がいいね。日曜の朝7時。ああ、いいな、いいな。私もやりたーい。ねえねえ、私たちもやろう。あはは、どうしましょう、隊長さん。俺に振るな。いいんじゃない？私も良いと思いますわ。ね、白桃橋さん。え？いつもやってるじゃありませんか。マイルカさんもやりたがってますわよ。それとも、今日のジャスティスはおしまいですか？お、焚きつけてるね。さあ、ここまで言われて黙っている白桃橋か？違うだろ？まさか！今日も明日も明後日も、ジャスティスは絶対終わらないわ。わふーい、じゃあやろやろ。
オーケー。さあ覚悟しなさい、セルリアン。正義の使者、キャプテン白桃鷲と、正義のお助け人形、マイルカ。正義の家庭教師、ミーアキャット、先生。正義の副隊長、ドール。そして、俺も言うの。では、正義の隊長、R。ふく。さあ、今日も一緒に、レッツ、ジャスティス。さあ、というわけでですね、私、ゲームプレイヤーの R と申します。ここで、自己紹介。ごめんね、ちょっと放たれていっちゃった。放たれた隊長だよ。放たれ隊長だよ。放たれナックスってね。だいたい動画実況やる人って一番最初に自分の名乗りを入れるじゃないですか。で、うちはほぼほぼ入れてないじゃないですか。それなぜかっていうとですね、単純に単純に別に動画に入れるところでもないかなっていう。一応説明欄に説明欄の方に、自己紹介はしてるので、それで十分かなって。まだまだ続きますわよ。わかりました。まあそれはさておき、ガンガン進めていきましょう。見て、このライフメーターの、この真ん中の黒いセルリアンのライフメーターの位置。まるで、目隠ししてるようだろ。頑張りますよ、とてもいい案ですわ。よくニュースとかである、プライバシーの、プライバシーを、保護するためのね、目線がこう入ってる。そういうわけではない。これからパッカーンされるからね、プライバシーは守らなきゃ。どういうプライバシーの守り方だよ。分かったのだ。正義の家庭教師、ミーアキャット。ダダン。正義の家庭教師ってなんだよ。あ、そうか、正義の家庭教師だから、悪の悪い子を正すっていうね。さあ、ボスセルリアンがやってまいりましたね。なるほど。ドールさんはちょっとフリーみたいですね。はい、任せてください。任せるのだ。はい、まあ、言うても、ストーリーのボスですからね。それほど硬いってわけではないです。それほどピンチじゃないでしょう、新井さん。分かりました。とても頑張りますよ、隊長さん、助けてください。さあ、総攻撃チャンスっつってね。これでどうだ。一発、さすがドールさんです。はい、勝ちました。そうですね、花丸級の勝利ですね。だんだん連続で取ってるから、だんだん滑舌が疲れてきたのかな。ささ、さしすせそ、さしすせそが言いにくい。お、参るか。これはイベントバトルの予感ですな。ふっはあ、こっちは大丈夫みたい。こっちもセルリアンいないよ。やっといつも通りだね。ええ、そうね。参るか。なに？頑張ったわね。ありがとう。えへへ。
そうですか、逃げちゃったんですね、巨大セルリアン。でも、おかげさまでセルリアンはみんないなくなったわ。前にサーバルたちが頑張ってくれた時みたいにね。はい。皆さん。お母さん。大丈夫だった？怪我はしてない？うん、平気。それよりお母さんは？私も平気よ。あなたのおかげで全部思い出せたわ。思い出した？それじゃあ。白長須ママ、輝きを取り戻したですよ。わふーい。一件落着というやつだな。これでマイルカも安心して探検隊に入れるわね。うん。あらあら、やっぱり行っちゃうの？うん、隊長もミーアキャットもいいよって言ってくれたから。だから私、今日から探検隊なの。ダメです。ダメですよ。やっぱりそりゃ親だから、心配するよね、つって。ミーア先生一人うなずいてる。探検隊って私でも勝てなかったセルリアンを追いかけてるんでしょ？ちょっと危なすぎると思うのよね、まあ確かにそうですね。シロナガスクジラが負けたぐらいですからね。ああ、でも、シロナガスクジラが負けたと言っても一人の時ですからね。大丈夫だもん。探検隊のみんなは強いもん。私よりも？あ、ということはこれはそうか。本気になったシロナガスクジラと力比べをしようということか。強いもん。みんなと一緒なら巨大セルリアンだってすぐ倒しちゃうもん。本当に？本当だもん。なら私にも勝てるわよね。勝てるもん。余裕だもん。じゃあ試してみましょう。今から力比べで。今からですか？あなたたちが勝ったら探検隊に入ってもいいわよ。本当？約束する？もちろんよ。その代わり本気で行くわよ。危ねえ危ねえ。またリバースしそうになった。輝きを取り戻した白長須ママの本気、今度こそ吹っ飛ばされちゃうです。少し休憩しませんか？みんな疲れてますし。実戦ではお休みの時間などありませんわ。実戦形式でやるの厳しいな。これも授業の一環と思いなさい。気を引き締めて参りますわよ。はーい。ドール、絶対勝とうね。あはは、うん。この程度のわがままでよかったんですの？ええ、ごめんなさいね。あなたにまで付き合わせてしまって。やはり母親代わりの人たちには、その意図が通じるわけですね。必要なことですわ。あの子たちにも、私たちにも。隊長さん、あなたたちと一緒なら、マルカちゃんも安心です。あの子のこと、よろしくお願いしますね。お母さん、準備できた？ええ、いつでもいいわ。来なさーい。違うよ。本当はそういう声じゃないよ。じゃあもう一回やり直そうかね。来なさーい。さあ、本気になったシロナガスクジラとバトルです。力比べ。さあ、分かりました。あのボス級セルリアンより強いのだろうか。っていうじゃないか。でもストーリーモードだからね。そうだね。まあそうなるよね。あれ、今のイエイって誰だ？マイルカか。
ドールさんとマイルカのなんだコンビの会話あるのか。あ、でもミーア先生、でもミーア先生じゃないだろう。ミーア先生イエイとか言わないよね。ミーア先生がイエイとか言わない？言うかもしれないだろ、言うかもしれないだろっつって。どうだった？お母さん。うふふ。合格でーす。わっふーい。本当に強くなりましたね。マイルカちゃん、マルカちゃん。これで私も安心です。探検隊のお手伝い、頑張ってきてく、頑張ってきてね。うん、ありがとう。あ、うん、お母さん、ありがとう。少し危なっかしいところありますか？少し危なっかしいところもありますが、十分ですわね。おめでとう、マイルカちゃん。ああ、それからドール？あなたも合格ですわ。え？暗陰地方を出発したあの日、あなたはまだ半人前でした。不合格すれすれの及第点、私の手を借りてようやくそれなり。まだまだしばらくは半人前のままだと思ってましたのに。先生、今のあなたはもう一人前、探検隊の立派な副隊長さんですわ。まあそうですよね。今回のセルリアンの、セルリアンの大討伐戦とかね、なかなか的確な指示を出していたのではないでしょうか。成長しましたわね、ドール。先生、私ですが、もしまた半人前のミスをしたときは、たっぷり宿題を出しますから覚悟しておくように。いいですわね。覚悟しといてくださいっつってね。やめろやめろ。はい、これからもよろしくお願いします。ドールもおめでとう。おめでとう。私も負けられないわね。なら白桃鷲さんは今から反省会ですわ。ははは。宿題は少なめでお願いね。今晩はみんなでお祝いね。いっぱいご飯作らなくっちゃ。じゃあ俺たちもお手伝いするぞ。ご飯だそうです、木の葉博士。あ、ご飯と言う、ご飯の噂を聞きつけて、あの二人組がやってきた。良いですね。琉球地方の料理に舌鼓を打つですよ、ミミちゃん。ミミちゃん助手。え、誰？どこから？あなたのミミちゃんはどこから？ここからっつって。タスマニアデビル、上だ。あなたたちは、上から来るぞ、気をつけろっつってね。どうも、アフリカオオコノハ族のコノハ博士です。ここら辺がね、ちょっと言いにくいね。今は、ジャパリパーク警備隊のまとめる係をしています。まとめ係じゃないんだ。まとめる係なんだ。ここら辺フレンズだなって思うわ。はい、紹介出ました。アフリカオオコノハズクです。ね。驚くとシュッてなるやつですね。ワシミミズクのミミちゃん助手です。まとめる係のまとめる補助をしています。スコチョをしているんです。ワシミミズク。ね。体格はどうだったっけな。今、頭身はかなり同じくらいにはなってると思うんだけど、実際の動物だとかなり体格差があって、あとこれ一緒に、フレンズだから一緒にいるけど、実際の動物だと一緒にしてはいけないっていう、確か話でしたね。警備隊？ウルトラ警備隊のようなものだよ。知らないか。って何？
探検隊の手助けをするフレンズの集まりなので、フレンズの集まりなのです。集まりなのです。なんか連続で撮ってるからやっぱり舌疲れてきてるな。そこの白桃鷲もメンバーの一人なのです。一人なのです。ここら辺が。おお、なるほど。そんなことよりどうやって来たの？フェリーは欠航なのに、まさか飛んで？普通にフェリーで来ました。夕方に一便だけ出てたのですよ。今日はもう帰れないので、私たちもご相伴に預からせてもらいます。相変わらず厚かましい方たちですわね。何か言いましたか？地獄民。いいえ、何も。お前が副隊長のドールですか？それで、お前が副隊長のドールですか？こっちが隊長の、私、R と申します。よろしくお願いします。お前たちが追っている巨大セルリアンの件で、重大な情報をつかみました。本当ですか？我々と一緒に五国地方まで来てもらいます。重大な情報、それって一体？めんどくさい話は後です。今はお腹が空きました。ご飯はまだですか？こいつら早々に行きといてご飯をたがるっていうね。お前らなんかゴーヤでも食ってろっつってね。そうはいかないっつって。やあカレンダー、とても綺麗な浜辺ってなんだよ。浜辺だね。すごいね。これ全部キャンディーかい？あの子たち、すごい数のセルリアンを倒したから。送ってくれた映像を見させてもらったよ。君の見立てではどうかな？海底火山の噴火か、海底地滑りによる蓄積物の露出っていいのかな？あの子たちが言ってた巨大セルリアンが関係している可能性もあるわね。それから、黒砂糖も少し見つけたわ。半固形状のが、漂着してた。昼に大量発生した奴らのなり損ないだと思う。ごく微量だが、間違いないみたいだね。気をつけてくれ。変異の際、巨大化するという報告もあるそうだ。わかってる。変異の際、巨大化するという報告もある。で、それでカレンダたちは黒砂糖を集めている。ということは、セルリアンの元となっている、なんだっけ、物質を集めていて、もしかして巨大セルリアンってこいつらの関係者が作ったのかな？だとするとあれか。カレンダは敵？いやー、そう決まったわけじゃないな。あれなんだっけ？サンドスターだ。サンドスターを集めてるのか。セルリアン、なんと恐ろしい災害。いや、最悪だろうね。そうだよね。そういうのを、何？ほったらかしにしてるパークスタッフはどうなってんだっていう話なんだよ。どうしてあの子たちが戦わなくちゃならないのかしら。あの子たちはただ楽しく生きていてほしいだけなの、欲しいのに。あの子たちにはただ楽しく生きていてほしいのに。この奇跡のような場所にあんな薬剤は似つかわしくない。君のフレンズたちのためにも早急に調査を進めなければね。敵っていうのは、訂正して。一応、カレンダたちも、別視点で、そのパークの危機に立ち向かおうとはしてはいるんだけど、いやー、でも、まあ、ちょっと暗躍してる感じ、なのはなぜかなっていう感じですよね。うん、わかってるわ。カースだっけ？カースだっけ？
はいつでも君の味方だ。協力は惜しまないよ。もちろん私もね。ありがとう、ボス。セルリウム採取完了。ああ、これが黒砂糖の正体ですね。さあ、琉球地方とジャパリ団、探索完了。というわけで、マイルカが探検隊に加わりました。プレゼントボックスをご確認ください。私一人でも作れるよ、を受け取りました。おー。ゴーヤチャンプルを一人で作れるようになったんですね。あ、来ましたよ。新井さん隊長日誌が解放されました。シーサーバル道場が解放されました。マイルカを成長させようってね。ショップ。さあ、次なる地方は、五国地方と警備隊となります。プレゼントをあげよう。入隊テスト？アイコンが変わった。アイコンが、ジャパリカーから、お前誰だっけ？誰だ？なんかガシャガシャ動くやつに変わった。なんだ、最近、ソフトバンクホークスで、応援歌を歌ってたあいつに変わった。違う。さあ、タイム。あ、もうそろそろですね。さあ、というわけでですね、第3章クリアいたしまして、メインストーリー第4話、五国地方と探検隊の第1話、第1話に来ました。ですね。まあ、琉球地方ではですね、大量のセルリアン発生と、巨大セルリアンの再確認をして、なんとか、琉球地方のピンチを乗り越えてきたのですが、ここらで、琉球地方のピンチを乗り越え、新たな仲間も、追加されました。で、そこでですね、木の葉博士と、その助手ミミちゃん助手が現れて、重大な情報をつかんだということで、やってまいりましたね。やってまいりましたが、次の、国地方と警備隊では、一体どういうストーリーが待っているのか、もうこれね、シルエットが見えております。このいろいろ仲間たち、警備隊の仲間たち、いろいろ来てますね。楽しみですね。どんな仲間たちに会えるのか。じゃあ、今回はここまでということに、メインストーリーはここまでとなりますが、終わり間際に。もうちょっとだけ時間があるんで、終わり間際に、マイルカを招待しておいて、あとシーサーバル道場と、新井さん隊長日誌をちょっと見ていきましょうかね。あ、パッパラーンなしか。さあ、マイルカが仲間になりました。マイルカだよ。泳ぐのも、歩くのも大好き。これから、いろんなとこ行こうね。はい。というわけで、レベル2のフレンズが入隊いたしました。まあ、次回使っていきましょう。さて、次は、シーサーバル道場。先にこっちやっていきましょう。
探検隊日誌。琉球地方でセルリアンの群れをやっつけた次の日の朝、私たちは大変な方々に会ってしまいました。琉球地方浜辺エリア。五国地方行きの、フェアリーは到着が遅れてるそうですわ。波が高いからだって、こんなに晴れているのにね。じゃあ私、フェアリーが来るまで琉球地方をお散歩したいです。わふい、私も。ふむ、そうですわね。日も暖かいですし、賛成ですわ。決まりね。どこ行く？そこ行く？あそこ行く？琉球地方、いろいろ観光名所的にはどうなんだろうな。あのね、私行ってみたいところがあるの。行ってみたいところって？パパーン、ここ。シーサー道場って書いてある、その間にバルって書かれてる。乗っ取られてんじゃん。何ですの、ここ。わかんないから来てみたかったの。ああ、そういう場所ありますよね。なんかよくわかんないけど、なんか来てみたかったっていう。ふーん、立派な建物ね。今まで全然入れなかったのに、ちょっと前から簡単に入れるようになったの。それってさ、道場奪われたから、鍵開けられたっていうことじゃないのかな。でね、最近ここに不思議なものが出るって話を、琉球のフレンズたちが話しててね。お待ちなさい。さあ、ミーアキャット先生が険しい顔をしてますよ。何？もうお分かりですね。ミーアキャット先生がこう険しい顔をし始めて、険しい顔をし始めて、この会話を止めるという理由。まさかとは思いますが、それってもしかして、幽霊とかそういう話では。もう相変わらず怖がりね、ミーアキャットは。入り口が開いてるんだから、人かフレンズか誰かがいるんじゃないですか。もしくはそのどちらでもない何かが。相変わらず鼻がちょっとグツグツです。はい。ごめんください、探検隊ですけどっていう入り方は、尋ね方はどうなのかと。ああ、お待ちなさい、ドール。そんな急に。そうだよ、ミーアキャット先生の心の準備ができてないんだよ。あ、なんか物音がしますよ。やっぱり誰かいるみたい。おみや、お客さんだ。まあ、そうなるよね。あ、じゃあ、本編に、あ、ちょっと待って、もうちょっと見てみよう。ようこそ、シーサーバル道場へ。そっか。もう完全にあれなんだね。シーサーバルと、サーバルは別個体なんだね。歓迎するよ、探検隊のみんな。メンソーレ。さ、サーバルさん？まあ、そうなるよね。はいたい。私はシーサーバルのライト。ライトって呼んでいいからね。さ、シーサーバルライト。種族はハテハテと。そらわからんだろ。チャラウメミャー。チュラウミャミャー。シーサーバルのレフティーだよ。レフティーって呼んでね。こう。あ、ちゃんと左右対称になってるんですよ。シーサーバルレフティ。もう一度だけ確認なんですけど、お二人は本当にサーバルさんじゃないんですよね。そうだよね。もしサーバルだったらサーバル3人分裂してるっていうことになるからね。
分裂して一つの意識を。怖い怖い。あなたの知ってるサーバルは安陰地方でお休みしてるんでしょ。じゃあ別の子だね。すごいすごい。二人ともサーバルそっくりだね。サーバルが先かシーサーバルが先か。見れば見るほどサーバルとしか思えないわね。ではサーバルさんでないならお二人は何のフレンズなんですの。お前ら自分知らないのか。わかんないや。わかんないや。もう完全にサーバルだな。しかもやっぱり赤い方はあれだよね。レフティはあれだよね。声優がアニメ版だからもう完全にアニメサーバルが基準になってるよね。ってなるよ、それ。でも、私たちがやらなくちゃいけないことならわかるよ。みんなと一緒に、マジムンからこのジャパリパークを守ることさ。マジムン？これのことだよ。レフティ、いい？いつでもいいよ、ライト。せーの。そう、私、セルリアンのことです。セルリアン。こいつ、どこから？あなたのセルリアンはどこから？鼻から？違う違う。落ち着くのですわ。まずここにいるみんなで。あれ？お、さすがにマイルカは気づいたね。このセルリアン、変じゃない？え？本当だ。全然動かない。慌てなくても平気だよ。このマジムンは、私たちが作ったやつだから、とんでもねえな、こいつら。作った？セルリアンですか？セルリアンをですか？は、セルリアンをですかって言ってしまった。ですかって何？うん、でもあんまり驚くことじゃないよ。セイリュウやスザクだって同じことができるもん。神獣系セルリアンは、セルリアンじゃない。神獣系フレンズが新たに、2体確認できましたね。あとは実装されるのを待つのみ。でも今実装されてもな、後からボイス追加になるからな。しばらく後でもいいよ。それに、作るよりも倒す方がずーっと難しいんだから。あなたたち、一体。ここはシーサーバル道場。私たちはこのマジムンを使ってフレンズに稽古をつけてるんだ。制限時間内にこの強いマジムンをどれだけ倒せるかで実力を測るの。へえ。あれか、タイムアタックみたいな感じか。セルリアン、セルリアンパッカンタイムアタックみたいな。そのセルリアン、本物ですわよね。危なくないんですの？みんなが頑張ってる間は、私たちが守ってるから平気平気。試しにみんなもやってみない？この平気の意味がわかんないけどな。隊長さんは指示を出す練習になるし、みんなも良い訓練になると思う。どうしますか？フェリーの時間まではまだあるけど、本物のセルリアンを使って特訓なんて普通は絶対できないことですし、やってみましょう。特訓、なんかかっこいいかも。よーし、決まりだね。じゃあ早速始めよう。おー、あれ？ねえ、ライト、レクティ。うみや？どうかした？シーサーもライトとレクティだよね。え、なんでそこ黙んの？あ、一応シーサーはシーサーでいるのか。もしかして、あの二人と お友達なの？キャハハ？うわ、なに、ちょっと怖い怖い。ねえ、なになになに、怖い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 。
シーサー道場をこの乗っ取ってることと意味があの、関係してるのかな。うん、とっても仲良しだよ。やめてやめて、さっきのレフティの反応ですげえ怖いんだけど。やっぱりすごいすごい、みんなみんなお友達なんだね。マイルカさん、準備はできましたか？あ、はーい、ちょっと待ってて。それじゃあみんな、準備はいいかな？いいと思う、つって、行くよはい、シーサーバル道場は特別なバトルに挑戦できるモードです。強敵にどれだけのダメージを与えられたかで、報酬を獲得することができます。はいはい。各曜日ごとに違う強敵が日替わりで登場します。あー、日替わりボスなんだ。強敵の情報を事前に確認しましょう。有利な属性でパーティーを編成して挑もう。シーサーバル道場で出現する強敵は、通常よりも有利属性効果が強くなっています。っていうね。挑戦は1日1回ですが、キラキラを消費することで1回だけ、挑戦回数を回復できます。強敵にダメージを与えるとスコアとして換算されます。より高いスコアを出すことで報酬グレードが上がるので、高スコアを目指しましょう。規定ターン数が経過するか、全員ギブアップするとバトル終了になります。ということで、スコアによって、獲得する報酬のグレードが決まる。はあ、すごい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 って。どうしようかな。やってみようかな。行ってみようかな。タイム。あー、もう40分来てるか。じゃあですね、とりあえずシーサーバル道場のね、出だしは見れたんで。いやー、しかし怖いな。このシーサーの話を出したら、あの微妙な反応、あの間とこの、ごまかしてるような感じの反応が怖いですね。この二人、一体何者なのでしょうかね。シーサーと、ぶつかる日は来るのか、そこも楽しみですね。それでは今回はこの辺で、バイバイ。いやー、ゲームって本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。